はい、それではですね、患者様アンケートということで動画撮らせていただきます。よろしくお願いします。はい、で、まずなんですけども、はい、整体秋に来られる前は、はい、どのような腰痛にお困りでしたか？はい、ひどい時は顔を洗うのにもうつむけない状態がもう何回もありました。ああ、はい、そうだったんですね。で、あと病院に行かれたっていうことなんですけど、はい、病院ではどういった診断名がありましたか？最初若い頃はヘルニアと言われまして、はい、通院はしたんですけども、はい、痛み止め、湿布薬の、はい、治療だけで、はい、それが切れればまた元に戻るという状態が繰り返し起きました。はい、ああ、そうだったんですね。ちなみに腰痛歴ってどれぐらいあったんですか？何年ぐらいありました？そうですね、はい、20歳代から、はい、もう40過ぎぐらいまで、はい、もう繰り返し、はい、もうひどい状態が続きました。はい、はい、そうだったんですね。じゃあ病院に行かれてた時は、はい、具体的にその治療方法とかってどういうことをされてましたか？その痛み止めの注射と湿布薬、入院した時には V 字型のベッドに寝かされて、こういうやつですね、はい、うん、もう そこまでですね、手術はしなかったんで、はいはい、その入院を何回も繰り返したことがあります。はい、そうだったんですね。ちょっと大変でしたね。わかりました。で、あとはうちの治療を受けてみたりとかして、どういう変化が出ましたか？はい、今まで近所のマッサージとかに通って、はい、その腰の痛い時、肩の痛い時にマッサージしてもらったんですけども、アキさんに来てやってもらうと、体への負担非常に軽くて、ポイントポイントを的確に治療してもらえて、体の負担が少なくて効果は絶大でした。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。で、あと最後になんですけども、はい、まあ、同じ腰痛に悩まれている方にメッセージをお願いいたします。はいはい、マッサージ、普通のマッサージだけではなかなか良くならないと思いますんで、ぜひアキさんに一度、治療していただいて、その違いを分かっていただけたらいいと思います。はい、はい、分かりました。すいません、ありがとうございました。はい、はい。